激セマ水産です。お世話になっております。ではでは本日カットするフィッシュはこちら、白ミルガイでございます。本日はこちらの白ミルガイをお刺身でいただきます。はい、というわけで早速ミルガイカットしていこうと思うんですけれども、まずですねミルガイ見たことありますか？これ独特ですよね。面白い形してますよね、まあ、なんというかね、面白い形ですよね、なんというか。はい、というわけでまずはこの殻を外していくんですけれども、殻はね貝むきナイフとかこういう普通のナイフとかでもいいんですけれども、ここでこの貝つながってるところもう身が出ちゃってるんでね、すごく外しやすいです。ここにスッスッと入れていっちゃいます。よいしょ、ガリガリっとこう入れていっちゃって、反対側も同じように入れていっちゃいますね。すごい水出てくるんですよ。まあ貝ってみんなそうですけどね。でね、これでもう入ったんですけれども、開いてみるとここが貝柱なんですよ。ここでつながってるのでこの辺はスッと入るんですけど、ここに差し掛かった時ね、結構貝柱切るのに力が必要というか、少しグッと入れるとねプツッと取れますので、ここを外しちゃうとこのように貝が開きます。ここまで取れたらねもうほぼつながってないので、殻から身を取り外しちゃいます。でスッと引っ張ればねもう簡単に取れるので、でここでこのようにデロッと剥がれ落ちたここの部分、これですね、ここの部分が肝で、こっちが水管ですね。水の中で貝が呼吸をするときに使う器官ですね。この水管の部分をお刺身にしていきます。なのでここの肝の部分は取り外しちゃいます。手でね簡単にこうポロッと取れますので、はい、取れました。でこの肝の部分なんですけれども、ここね水とお酒でね加熱しちゃえば食べられるらしいんですけど、実はこれまでこの肝の部分食べたことなくて、実際どんなもんなんだろうって思うので、ちょっと今日これも試しに食べてみたいなと思います。これはねちょっと包丁で後々取り外すので一旦置いておきます。で水管の部分なんですけれども、ここ皮があるんですけれども、この皮が非常に硬いので、このままではお刺身で食べられません。なのでこの皮を剥くために湯むきしていきます。今お湯沸かしてるんでね、このお湯が沸いたら湯むきしていっちゃいます。はい、ではお湯が沸きましたので、お湯をこのミルガイの身にさーっとかけていきます。お湯をかけるとね色がね一気に白くなってキューッと縮んでいきます。一応ね裏返してこちら側にもかけていきます。はい、では全体に熱湯がかかりましたら、この皮をベロッと剥いていきます。ほら簡単にこんな風に剥けるんですよ。こうやってねほらキューッと気持ちよく剥けますね。はい、じゃあこれで皮剥きが完了です。蛇の抜け殻みたいですね。では皮の剥けたこのミルガイの身を一旦こちら氷水にとっちゃいますね。お湯であったかくなった分ね、しっかりと氷水で締めていきます。ではではしっかりと粗熱が取れましたら、キッチンペーパーに取っちゃって水気をしっかりと拭いていきますね。はい、ではしっかりと水気が取れましたので、これからお刺身にスライスしていきます。はい、ではミルガイのお刺身なんですけれども、まずこの先端の部分だけちょっとカットしちゃって、ここはさよならです。はい、でここ水管という通り管になってますので、この管をね開いていっちゃいます。このように逆包丁にしちゃって中をスーッと開いていきます。はい、はい、ではこちらでしっかりと開くことができました。ここでね一旦中の部分だけ少し水洗いしちゃいます。はい、では水洗いが完了したら、もう一度キッチンペーパーなどで水気をしっかりと取っちゃって、はい、ではあとはこれをスライスしていくだけですね。もうこれについてはねどっちから切ってもいいと思います。水管のね先っぽの方から切っていっちゃいますけれども、こちらはそぎ切りで斜めに入れて切っていきます。貝なのでね歯ごたえがしっかりしてるので、なるべく薄めに切っていった方がいいと思いますね。でこういう風に貝類って薄くスライスすると、見てください、こうキューッと縮んでいくんですよ。ほらスライスしたそのままからキューッとこの際といいますか、ここが反り返っていくんですね。なのであんまりこう綺麗に並べようとしても並ばないので、あんまりお刺身はね綺麗に並べようとする盛り方をしなくてもいいと思います。こんな調子で薄くスライスしていっちゃいます。
はい、ではこちらでスライスが完了しましたので、こちらね、妻に盛り付けていきたいと思います。こちらの小皿にまず軽くツナを盛り付けて、そこにね、飾りでさっきの貝殻しっかり洗って消毒したものですね、それを乗せていきます。でそこにさらにもうちょっとツナを盛っちゃって、大葉をあしらっていきます。ではあとはここにさっき切ったこのミルガイの身を乗せて、はい、ではこちらでお手軽簡単ミルガイのお刺身完成です。というわけで本日も早速いただきます。ではではこちらお醤油ともみじおろしとポン酢醤油ですねの2つを用意しました。まずはね、お刺身をお醤油でいただきます。うん、おいしい。ミルガイはね、なんといってもやっぱり甘みが強いんですよ。噛みしめるごとにね、甘みが口の中に広がっていって、貝の中でもトップクラスに甘みの強い貝だと思いますよ。コリコリとして食感とね、独特な風味、そして口に広がる甘み、やっぱりミルガイのお刺身、貝のお刺身の中でもね、やっぱりトップクラスに好きですね。どれどれ。というわけでこの食べたことのない肝ですね、どうなんだろう、この黒いとことか本当は取った方が良かったりするのかな。特にその食べられるということ以外何も知らない状態で、あえて調べたりせずにやってみたんですけど、じゃあこちらの肝はね、こちらのもみじおろしとポン酢醤油で食べてみたいと思います。どうなのかな、正直見た目的にあんまり美味しそうに見えないんですけど、いただきます。あ、待って、もう一切れ食わんとかよくわからん。ありかなしかで言ったら全然あり、普通に美味しいですね。すごいクリーミーでとろみがあって、身の方とはね違った優しい甘みがあって、普通に美味しいかまずいかで言ったら美味しい部類っていうか、普通に美味しい。ではでは本日もエナジー注入1本いただきます。美味しいございます。ではではあとはのんびりと味わっていきます。はい、というわけで本日もごちそうさまでした。本日は白ミルガイをお刺身でいただいたんですけれども、白ミルガイはね、もともと貝のお刺身の中でも大好きな貝なので、とっても美味しくいただきました。ミルガイはね、スーパーとかでも結構よく見る貝だと思いますし、とってもお手軽で簡単に調理できますので、見かけたらぜひ食べてみてください。で今日調理中にね、ちょっとお酒出てきましたけれども、基本的に自分ね、ものすごいお酒大好きっていうわけでもないので、お酒は現実から逃げたい時にだけ飲みます。というわけで、現実と向き合えなくて酒に走る時あるよな、わかるよと思っていただいたやさぐれたあなたは、チャンネル登録と高評価、ベルマークの通知をオンでよろしくお願いいたします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。